はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の赤松です。いよいよ本試験直前期になってまいりました。皆さん体調の方はいかがでしょうか。本番でですね、体調がちょっと悪くて、力が出せなかった、そういったことがあっては一番いけませんので、まずは、体調管理、こちらをしっかりとやってください。そしてどうしてもこの時期になりますと、自分はあれができてない、これは勉強できてない、どうしよう、そういった、マイナス面がですね、どうしても頭をよぎってしまって、いろいろと不安になってしまう、ところだろうと思います。ただ皆さんが今までしっかりと勉強してきたこと、これだけも大変な勉強をたくさん勉強してきたんだ、自分はこれだけたくさんのことを知っているんだ、その自分がやってきたことですね、むしろそのプラス面に目を向けてください。で、私が本試験で一番大事と思っていることは、自分ができる問題をしっかり取ることです。後で家に帰って、この問題は自分の力だったら取れたのに、そういった問題を本番で落としてしまっている、そういったことはあってはいけません。とにかく本番で自分の持てる力をしっかりと 100% 出し切って、そして自分の力で解ける問題、それを完全に取るように頑張ってみてください。本試験で勝利できる人は自分の力を 100% あるいは 120% しっかり出し切れた人です。本試験が終わった後に、受かったかどうかは分からないけれども、とにかくもうこの本試験で自分が持てる力はもう完全に出し切ることができた、悔いはない、そういった試験にしていただきたいと思ってます。そのように自分の力をしっかりと出し切ることができれば、結果はおのずとついてくると思います。はい、それでは残り、わずかですが、レク講師陣ですね、皆さんの本試験でのご検討、そして、今年の、合格、それを心より祈願しております。頑張ってください。応援しています。